定期試験対策。切りツボ一問一答。この動画は、問題と答えをひたすら読み上げていく動画です。再生速度を調節し、お使いください。なお、フルテロップですので、ミュートでもお使いいただけます。では、始めます。切りツボは、何という本の内容か。源氏物語。源氏物語の作者。紫式部。 いずれの御恩ときにかの意味、どの天皇の御代であっただろうか。いずれの御恩ときにかのかの品種、係かり助詞。あまた侍たまいけるの意味、大勢お使い申し上げていらっしゃる。誰に使えているのか。天皇。侍の意味と活用。 謙譲連用形。たまいの意味活用。補助動詞尊敬、連用形。意図、やんごとなき際にはあらぬがの意味。木としてはそれほど尊い身分ではないお方で。意図、打ち消しの意味。それほど大してない。 やんごとなきの活用形容詞、苦活用連体形あらの活用らへん、未然形ぬの意味活用打ち消し、連体形優れてときめきたもうありけりの意味格別に 帝の御長愛を受けていらっしゃる方がいた。優れての活用、ら行下二段連用形、ときめきの活用、家行四段連用形、我はと思い上がり給えるお恩方々の意味。自分こそは帝の長愛を受けるだろうと自負していた女房方は、 思い上がりの活用、ラ行四段連用形、たまえの意味活用、補助動詞尊敬、依然形、目覚ましきの意味、目障りな人として、誰のことが目覚ましきなのか、切りつぼ、なぜ切りつぼが目覚ましきなのか。 帝の長愛を格別に受けるから。目覚まし器の活用。形容詞、祝活用、連体形。おとしめ、そねみたもうの意味。さげすみ、嫉妬なさる。おとしめ、そねみたもうの主語。女語型。おとしめの活用。ま行、下二段、連用形。 ソネミの活用。魔行四段、連用形。同じほどとは何が同じなのか。身分。下廊の意味。低い身分。まして安からずの意味。なおさら心が穏やかではない。安からの活用。形容詞、苦活用、未然形。 図の意味活用。打ち消し、終止形。人の心をのみ動かしの人とは誰のことか。他の女吾や行為。心をのみ動かしの意味。心を動揺させてばかりいて。恨みを負うつもりにやありけんの意味。人の恨みを受けることが重なったのであろうか。 追うの活用、は行予断連帯形。やの品詞係り助詞。けの意味活用、過去水量連帯形。いと、あしくなりゆきの意味、ひどく病弱になっていき。いと、あしくなりゆきの主語、切りつぼ。 縮の活用、形容詞、淳活用、連用形。なりゆきの活用、家業予断、連用形。もの心細げにの意味、なんとなく心細そうな様子で。もの心細げにの活用、形容動詞なり活用、連用形。 里がちなるの意味実家に帰ることが多い里がちなるの活用形容動詞なり活用連帯形物心細けに里がちになるの主語切りつぼいよいよ開かず哀れなるものに思えての意味ますます いくら愛しても足りないほど愛しいものと大思いになって。赤の活用。家業予断未然形。哀れなるの活用。形容同士なり活用連帯形。王子の活用。作業予断連用形。誰が誰に対してそう思っているのか。 帝が切りツボに対して、人のそしりをもの意味、人の非難をも、え、はばからせたまわずの意味、配慮することがおできにならず、え、なになにずの意味、できない、せたまわずの意味、二重尊敬、 誰から誰への敬意。作者から帝。幅からの活用。ラ行余談未然形。せの意味活用。尊敬、連用形。世の試しにもなりぬべき、恩もてなしなりの意味。世間の悪い前例になってしまいそうなお振る舞いである。なりの活用。 余談、雷陽四段連用形。ぬの意味活用。協調、終止形。べきの意味活用。水量、連帯形。もてなしなりのなりの意味活用。断定、終止愛なく目をそばめつつの意味。わけもなく目を背けることがたびたびで。 愛なくの活用。形容詞、苦活用、連用形。そばめの活用。魔行下二段、連用形。愛なく目をそばめつつの主語。かんだちめ、上人。いと、まばゆきの意味。体操見るに耐えないほどの。まばゆきの活用。 形容詞、区活用、連帯形。人の恩、覚えなりの意味。このお方のご帳愛の受け方である。人とは誰のことか。切りつぼ。諸しとは今のどこか。中国。かかることの起こりにこその意味。こうしたことが原因で。かかるの活用。 ら行変革活用連帯形。乱れの活用。ら行下二段連用形。足狩けれの意味。ひどいことになったのだと。足狩の活用。形容詞四活用連用形。雨の元にもの意味。世間でも広く。 味機能の意味。苦々しいこととして。味機能の活用。形容詞、区活用、連用形。人のもて悩み草になりての意味。人の悩みの種となって。陽気比の試しも引き入れつべくなりゆくにの意味。 陽気比の例まで引き合いに出しそうになっていったので、陽気比の試しとはどんなことを表すか。帝の心を惑わし、世の乱れの原因となる女性という形で噂されそうになっていること。引き入れの活用。打行下二段連用形。べくの意味活用。水量連用形。 意図、はしたなきこと多かれどの意味ひどくいたたまれない思いをすることが多くあるけれど意図、はしたなきこと多かれどの主語、切り語はしたなきの活用形容詞、く活用連体形かたじけなきの意味もったいないかたじけなきの活用 形容詞、区活用連帯形。見心場えの類なきを頼みにしての意味。帝のご愛子が類のないほどであることを頼みにして。類なきの活用。形容詞、区活用連帯形。まじらいたもうの意味。他の木に混じって、宮遣いをお続けになっている。 マジライの活用行四段連用連リツ壺とは誰の母か光源氏なぜキリツ壺は周りから恨みを買っているのか身分があまり高くないのに帝のご長愛を一身に集めているから以上で問題を終わります正答率が9割になるまで繰り返して ぜひ高得点を狙いにいきましょう。